551座長。こんな感じでキングもうまく決まって、いやったぜこれね。7本、スピニングをですねもうちょっと増やして、スピニング2のベイト後のもう山盛り再生できました。で前回ベコンクローが非常に良かったんで、あれに似たようなこうブリ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 でもカバーにスッと入るような、そういったルアーをですねいろいろ試してみたいなと思って、で今日試してみたいルアーがこちらね、ウィーニングクロー。これね買ったことなかったんで買ってみたんですけども、これをですねジカリグ、こんな感じで家に重りももうスプリットリングとつけてきたんですけども、ねこんな感じのカバーに入れやすいジカリグで入れていきたいと思います。何にしろね今年も一等賞取ってましたね、青木大輔プロ渾身のクロー系ってことで、ね、カバーにすごいスッて入りやすそうですよね。で針は3番の針で合わせてみました。ちょっと針大きめかもしれないんですけども、もしかしてバカでっかいのが来ちゃうかもしれないんで、少し太め強めの針で、あーでもなんかほんとカバーにストッと入ってくれそうな感じですから、投げやすいんじゃないかな。この前ベコンクローなんかで具合の良かったエリアにこれを入れてみようかなと。はい完成。こんな感じのやつをしばらく前半戦打っていきたいと思います。よし、うわーっしゃ、カバーウィーニングクロー来たよ、元気な下顎にフッキング、よっしゃウィーニングクローにだいぶ寒い時期だけど嬉しい一匹来ましたぜ。はい、
やっと一匹ウィニングクロー、ね、Dスタイルのウィニングクローで綺麗なトズラッパラバス釣れました。この前あのベコンクローがすごいよく効いたんで、この手の手がグリングリになるのいいんじゃないかなと思いまして、今日はねウィニングクローのジカリグ、こんな感じで綺麗なバス釣れましたよ。まだねすごい浅いカバーに魚いてくれてるみたいですね。薄い色のね、なんか全体的に釣れるとこういうちょっと薄い感じの色のバスなんですね。で、はい、下顎にかかってました。手ね1本なくなっちゃいましたけど、じゃあこいつは逃がしてあげたいと思います。バイバイ。で、ルアーはこんな感じで D スタイルのウィニングクローで 7g のジカリグシンカーとジカリグの30番の針で、トリックスターの68ミディアム H にレボの LT、 こんなねセットでカバーをスパスパ打っていたらググッと走りました。じゃあ引き続き頑張ります。